はい、出張料理の森山チャンネル。今日はですね、まあホテルで作るパターンのスクランブルエッグをお見せしようと思うんですが、スクランブルエッグだとちょっと絵的に弱いので、ここにエスカルゴ、あとエスカルゴバター、これでちょっとまあクリーム煮というか、まあカッコつけた名前をつけるとフリカッセって言うんですけど、まあそれをソースとしてスクランブルにかけると、まあそういう商品を作ってみたいと思います。まあエスカルゴはなんでここで使うのかというと、すいません。私の在庫でちょっと出張料理の在庫で余ってたっていうのがあって、まあそれで思いついてそれにしたんですが、別にこれは普通にケチャップでも何でもいいんですけど、まあこれ、スーパーで最近売ってることあんのかな、缶詰で。まあ、わかんないですけど。まあ、あと、ぶっちゃけ話、エスカルゴパターンに関してももう、これ、分量は出さないんで、これはあくまでも飾りだと思っておいてください。こんな感じでやってんだな、みたいな。まあ、これを、ただクリーム煮にするんだったら、これエスカルゴバターじゃなくて、普通にバターで絡めてもらえればいいかなと思います。そして、エスカルゴなんですけど、まあ、このままというよりも、やっぱりこの前の、何でしたっけあれ。オムレツ、グイルオムレツの時と同じように、卵と一緒に食べるから、ふわふわなんでね、食感的には細かく切ってあった方がいいということで切ってるだけですから。まあ、これはあんまりかっこいいこと言わないです。こんな感じで。まあ、あと何ですかね。まあ、オムレツの時と同じように、なんか、他の具をこういう風に切ってもらって、入れてもらってもいいと思います。まあ、今日はすいません。ちょっとエスカルゴで。ただこれだけ。まあ、あとですね、ちょっと、冷蔵庫にこんな商品あったんで、これも彩りで入れたいと思います。まあ、本当はですね、湯むきしてもらった方がいいんですけど、まあ、今日は、ちょっとやめていきます。今日はね、まあ、こんぐらいでいいですかね。半分。はい、ちょっとこう切りますね。まあ、湯むきはしないんですけど、これで、ちょっとですね、こういうふうに、よよ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 と、そして、ここで、種取っちゃいます。種を取ります。こうですね、種取っちゃいます。はい。種ね、まあこの辺も OK。種は茎を弾いて。はい。こんな感じでまた、カッコつけて切っていきますよ。はい。こうですね。はい。カッコつけて切っていきまーす。はい。はいと。はい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 と。はい。ちょ。よと。よと。はい。こんな感じで。これですね。はい。ではまず、この手つきの鍋に火をかけます。そして、まあ、ちょっと温まったらもう今20秒ぐらいですか。バター1個入れますね。まあこれ同じですね。バターが溶けるまで。まあ本当はこれにエシャロットっていうフランスとかアメリカとか、まあニュージーランドもそうだったんですけど、球根、玉ねぎみたいな、ちっちゃい玉ねぎみたいな球根を入れた方がいいんですが、まあそれあんまり普通のスーパーそんなに売ってないんで、日本では無理して使うことなく、まあ今日はあくまでもこのエスカルゴに関してはお飾りですから、これ別に家でやるんですけど、今日のメインポイントはスクランブルエッグの作り方ですからね。でもまあ一応入れます。はい、ここでちょっとエスカルゴを、まあエスカルゴ火入ってるんですけどね、まあ一応軽く、はーい、炒めてきます。でそこで軽く炒まったらまた白ワイン投入。まあ今で 50cc ぐらい入りましたね。これを煮詰めていきます。でなんでこれ白ワインでこう、やるかというと、白ワインソースをつけたいわけですね、ある意味。それと、あの缶詰のエスカルゴ、うまくそのまま食えるっちゃ食えるんでしょうけど、まあ、昔やってたのは開けたら玉ねぎとか人参とかセロリとかって炒めて、
で、そこに同じようにこんな白ワインジャーッと投入して、そこにフォンドボーを入れて煮込んで味付けしてたっていう、そういう作業があったんで、まあそれに寄せた感じでやっております。まあここはいろいろ説明してももう文字で書かないですからね、これ、まあこんな感じなんだよだけ見てもらえればもう俺はそれでいいと思います。そしてこれぐらい煮詰めました。もうほぼワインがないみたいな。で、ここでクリームを入れていきます。クリーム 30cc ぐらいですかね。こんな感じですね。これでまたちょっと煮込みますんでね。よいしょ。まあ量も少ないですからね。はい、はいはいはい。まあこんな感じで、あっという間にとろみが、はい、とろみがつきました。そして、ここに、このエスカルゴバターを投入します。それでここで火が止めます。これが溶ければ、もう、これはこれで。そしてここで、溶けたら、ひとまず、ソースは、はい、完成です。こんな感じですね。で、ここに、先ほどのトマトを投入しちゃいます。はい、はい、投入しました。はい、こんな感じですね。こんな感じです。で、これ、後でもう一回さっと温めますんで、これはまた、後ほど。はい、そしてまず卵ですね。卵を2個はい、2個ですね。卵2個、それに生クリーム10、はい、こんなもんですかね、大さじ1、15cc。 まあ生クリーム好きだったらもっと入れてもらってもいいですし。そしてそこにバター 5g かける2で10で、ちょっとですね、下味のために塩を 1,2,3,4,5 5振りしました。で、これを温めます。で、このスクランブルの作り方なんですけれども、もうですね、混ぜません。このまま投入して、まず白身から固めていって、途中から黄身を混ぜて、あの白と黄色のコントラストを作るというような作り方になります。はい、これで、これまた同じようにバターが溶けたら入れていきます。はい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 、はい、溶けましたね。はい、溶けました、溶けましたね。はい、じゃあいきます。ドーン。まあおなじみの火は全開です。で、ここでこう白身を先に混ぜ混ぜしていきます。白身を混ぜていきます。こうですね、ある程度白身が固まったら黄身を混ぜていきます。で、スクランブルなんで、もうここから先はちょっと火を止めます。こう、あっという間に入るんでね、調整していきます。はい、ひとまず足である程度混ぜたら、俺の耐熱ゴーヤこれで、はいはいと、うん、こんな感じで、まあ、まだちょっとフライパンに熱があるんで微妙に火入りますけど、はい、まあ今日はですね、これでソースもかけるタイミングもあるんで、ちょっとこれだと微妙に緩いんですけど、ちょっとここで休憩させます。あとは盛り付ける時の状態を見てください。まあまあもうこれで微妙にもう OK って言えばギリギリ OK なんですけど、もうあとちょいぐらいですかね。見てください、白と黄色のコントラストで、はい、以上でございます。はい、それではこれから盛り付けていきます。まあスクランブル
もうほぼこれで OK だと思います。まあ今軽く卵があったかくなる程度に今温めてはいますけども、見えますかね、湯気が。はい、もうこれで OK でございます。はい、そしてほっ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 ほーい、ほっほっ、こんな感じですかね。これに先ほどのソースもさっと温めます。まあ、これもうバター入れちゃってるからあったかくしすぎると分離しますんで、これも、まあ、あとトマトはそのまま生で食えるもんなんであんまり溶けてもしょうがない。はい、これでほぼほぼ温まりました。そしてちょっとですね、こんな感じで、ちょっとこんな感じで、よよ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 、こんな感じで、はい。で、今日はちょびっと、この、また、これちゃんとしたパセリで切りましたから、パセリも、パセリも、パセリも振って、そして、ちょっとだけ、パルメザーン。で、これで、スクランブルエッグのエスカルゴのフリカッセが完成でございます。まあ、エスカルゴのクリーム煮ですね。はい、では恒例の試食タイムです。まあちょっとこじゃれた感じになってますけど、普通にもうソーセージとかね、サラダとかくっついて、俺今日ここでパン食わないですけど、まあこんな感じです。これをいただきます。まあ、お上品な味ですね。まあ、これとどめにね、トマトが入っていることによってトマトからもね、お出汁が出ますからね、軽く。まあ、トマトは火を入れるっていうのもさっと温める程度なんで、形はちゃんと残ってますけど、やっぱパン温めですね。パンね、今日ないんですよ。もう結構余ってたパンもフレンチトーストにはしちゃったし、エッグベネディクトにはしちゃったし、まあこういう時はパン買っといた方がいいですね。まあスクランブルとしてはね、こういう状態ですから、ぜひお試しください。すぐできますよ。卵割るだけだし、あっという間です。火加減だけ気をつけて作ってみてください。それでは。